甲子園を目指した4人の元球児が結成。神戸発魂の応援歌を届けるレゲエグループマックジャック。この日は新曲のビジュアライザー撮影。訪れた場所は、よろしくお願いします。結構マックジャック学校のミュージックビデオ多いんですよ。学校気が多いんですよ。学校だいぶ多いんですよ。もう4校目ぐらいですよね。はい、でも今日は初中学校。マックジャックの定番曲マイメンが新たな客演を迎え生まれ変わる。その相手は梅田サイファーコペル。マックジャックの4人とは同学年。レゲエとヒップホップ、それぞれの道を走り続けてきた盟友だ。なんかどちらかというと梅田サイファーに関しては家族なんですけど、マックジャックに関してはなんかすごい、言うてしまえばみんな同い年なんで、ほんまに部活感というかライバル関係を築いたまま友達同士でしっかりやり合えてる。やっぱずっと頭の中にそのマックジャックっていう存在がいるみたいな。マックジャックのアリと梅田サイファーのコペル、実は2人は同じ中学出身。そんな思い出の母校が撮影の舞台。ここはあの各部活のこう荷物入れ、道具入れみたいになってて、この場所はこのまんま。この中にバットとかヘルメットとか、その野球部活で使う道具が入ってます。ここがあの荷物置き場。だからみんなここで荷物置いて、なんならここで着替えてみたいな、ユニフォーム着てみたいな、でグラウンド出ていくみたいな感じ。ここはもう何にも変わってない。このクラブ伝達とかでこれでね、予定とか。野球部主将としてチームを率いたアリ。校内の至る所に当時の思い出が。僕はでも本当野球部やったんで、ただただそのなんかどうやったらこうチームが勝ち進んでいけるのかっていうことをひたすら考えてて、なのでまあそういう意味でもやっぱ中学の時はこう、ま、交わることはなかったのかなっていう。コペルとはずっとすれ違いが多いみたいな感じでしたね。彼が野球部で、僕がサッカー部だったんで、グラウンドもその交代で使うような感じだったんで、ほんまにその交わる瞬間があまりないっていう感じだったんで、なんかその卒業してからいろいろ喋るようになったっていう感じなんで、全て10年越しですね。はい、まもなくこの時刻です。プログラム決まりに始まるので。めっちゃいい、めっちゃいいやんそれ。じゃあちょっとおでこね、もうおでこね、かぶれエモいな。いいっすね、なんか青春感じるっすね。好きな曲を昼休みかける系の。確かにメンバー全員が元球児のマックジャック。野球はまさに4人の青春そのものだった。僕は野球を学生時代からずっとやってきたのが、こう社会出ても音楽しててもすごい必要になってて、その野球してる時に出会った音楽とか、そのようにこうやっぱりパワーももらってここまで来てるんで。自分を変えてくれたのは野球だったりだとか、その時にそばにいてくれた友達、マイメンかなとやっぱ思うんで。甲子園を夢見て練習に明け暮れた日々。最後の大会で敗れ地元神戸へ戻った彼らが見つけた、野球と同じように心を燃やせるもの、それこそが音楽だった。限られたものだけのステージ、目がくらむほど眩しくて、俺もいずれって気持ちあふれ走り続けてきた無我夢中で。まあ高校野球がっつりやってきてて、野球に関わりたいと思いがまだまだ強かったんで、専門学校に行って資格を取って、それでまた野球にスポーツトレーナーとかとして関わっていけたらなっていうので、その学校に通って、まあ、資格は取って柔道整復師の資格を持ってるんですけど、まあ、それをや
ってるうちにやっぱ誰かのために頑張るよりもやっぱ俺が誰かの人生を変えるぐらい頑張りたい、俺がもっとこう、まあ、目立ちたいというか、まあ、バッターボックスに立ちたいというかね、やっぱ主役になりたいと思ったんで、もうやっぱ音楽になりましたね、やっぱり必然的に。最後は体育館での撮影。いつしか自然と童心に帰る。その声を聞きつけやってきた当時の恩師たちと再会。違うかった。アリ君はやっぱり野球少年だったので坊主頭でもうニコニコしているっていう本当にあの純朴なあの子供でしたね。はい、はい、まさかこんな音楽っていうのが当時はあんまイメージがわからなかった。どっちかというとこう、まあ、スポーツだったりとかみんなと遊ぶとか、うん、でカメラ向けたらイエーみたいなそんな感じの子でしたもんね。どっちかっていうとあのコペル君の方がコペル君はあのそういう片鱗はあったのかなと。なんかやんちゃな女の子とかにもこういじられるようななんか前でこうなんかやってみろみたいな感じでやったらこう即興でやれるみたいなそんなとこはあったかなと、はい、エモいな。エモいな。91年度生まれの同志たち、ライバルでありかけがえのない仲間、そんな思いを込めたマイメン91。コンビニで一緒になってしんどい時を話聞いてくれたのがこう、ジャガシーとかやったりチャイとかやったりがもう中学校からずっと一緒やったから、そういう辛い時期にコンビニで話聞いて一緒になって戦ってくれたり支えてくれたなっていうのがなんか前面を書こうとした時にパッてすぐ浮かんだんで、だからもちろん今のマックジャックメンバーであったりだとか、まあ、今回こう100に迎えたコペルとかもそうなんですけど、まあ、もちろん友達かつでもやっぱどこかではいやあいつには負けてらんねえなっていう気持ちは今でもあるんで、良き友であり良きライバルであるっていう関係性は多分ずっと変わらずに今までもこれからも続いていくんじゃないかなと思って、なんか今回この自分の歌詞に落とし込めたんじゃないかなと思ってます。ある前にライバルでもあるから中途半端とかはなしや、仲いいねとか親友やとかそんな言葉では測らない絆、やっぱ一番調子いいみたい、やばここが俺の居場所や、辛い時はそばに呼んでいつでも電話くれて OK、 一人じゃ気づけんかったこと教えて、新作 EP バイブスワンダーランド、配信シングルに加えライブで親しまれた人気曲のリテイクも収録された充実の内容に。僕らやっぱバイブスすごい武器なんで、マックジャックのバイブス言ったらワンダーランド遊園地みたいなと、うん、いやまあでも元々作ってたものを既存の曲をこう自分たちなりにまたアレンジし直してっていうことが多かったんで、まあ、そのバイブスをこう注入し直してって、自分らがライブとかで結構歌ってきた曲をさらにこうブラッシュアップしてレベル上げてるんで、僕ら的にいい手応えしかない感じです。野球部の寮で出会った憧れの歌声、ジャパレゲの女王ミンミがプロデュース、歌、ピアノと全てを注ぎ込んだ楽曲風林火山。ミミさんのスパイスでこう自分らが出せない味を存分に出せたと思うんで、だから静かに燃えるというか、マックジャックの厚さにこの美しさみたいなのが加わって、見せ方がちょっとねこう最初手こずったりとかもしてるんですけど、うん、ミミさんもなんかこうライブでどんどん育ててってちょうだいねっていうふうに言ってくれてて、なんならもう曲に俺らが育てられてるぐらいね、曲に育てられてる、ちょっと初めてな感触はあるんですね。
EP バイブスワンダーランドとともに次なるステージへ。夢を追い続ける彼らの挑戦は続く。1月19日の、日曜日は梅田のクラブクワトロで、マック・ジャックのワンマンライブがあります、ね、ウェルカムトゥーバイブスワンダーランド。人生変わったって思ってもらえるようなライブをしたいって毎回心がけてるんで、ぜひとも来てください。My man. 出会えたことが運命。愛すべき友達へ。